敵科街敵科街は台北市の外区、歴史のある商店街、トンヤ街であり、観光地としても扱われる。本港では敵科街という名の街路の周辺エリアとしての敵科街を扱う。敵科街住所表記は台北市大道区敵科街、台北駅から西方にあたる。東西の幅は100メートル、南北の長さは約977メートルほどの細長い形で、 9ヘクタールの面積を外区として含む。台北市街地の北部にあたり、かつて大稲と呼ばれた地域の一部で2000年工事の都市計画法に定められた大稲歴史風貌特定専用区という区画の一角をなす。現行の行政区分上では大道区に含まれる。域内人口は約6000人。ティン市域内にはおよそ370棟の建物が、 並び、その半分程度に当たる178棟が歴史的建築物とされている。200棟ほどが1階部分を店舗として利用している。幅8メートルの適化街という名のメインストリートに、面した建物は、林化と壁体を共有する形で密集し、裏手の路地は幅1メートルほどしかない。建物のプランを見ると、間口は5.0から5.5メートルほどであるが、 奥行きが50メートルに達するものもあり細長い、区形をなす。建築様式は一定ではなく、様々な様式が混交している。バロック風の召喚を起源に持つものや、洋館、昭和に入ってから建てられたモダニズム建築も見られる。小恵み青いの分類によれば、古い順に、貧乏式、法洋老式、洋老式、バロック式、近代建築式の五様式に分けられ、 林美銀蘭の分類によれば、貧ン式、養老式、バロック式、近代建築式と4様式に分類している。いずれもファサードを特徴付けるベランダである、ティンコ足を持つ。これは街路に面した建物の正面に作られた林下と連結されたアーケード、商店街の屋根のような公共的な側面を持つ構造物である。アーケードなので1階部分が通行可能になっており、 雨や日差しを避けることができる。一方で店舗が飲食用のテーブルを出していたりと占有し、通り抜けしにくい状態となっている風景も見られる。この施設は、新潮時代に起源を見る指摘もあるが、日本による台湾統治の時代に法律によって設置が規定された構造体である。当初は、幅も高さも地方ごとにまちまちであったが、1900年に、 アーケードの幅及び高さが規定されるようになった。長らく完全に公共物であったが1999年以降は店舗による買い戻ししと私有が認められているので、公私の境は、なお曖昧である。バソグーかつて音トーツクネと呼ばれる前のこの一体は、平ら保族の一部族であった、ケタガラン人の部落であった。百五十三年に、から、分類回答の結果として、 小州人に追放された先州人がの北へあたるこの地へ集団で移住したことが大東つくねの起源とされる。1887年には淡水港の一部に組み込まれ、それに伴ってアメリカ及びドイツが領事館を設置、本当人も召喚を置いたためをしのぐ流星を見せた。日本による台湾統治の時代が始まった1895年には、 おそらく都市計画なしで自然と発生した外区が、マソグルを中心に、おおむね東西南北方向に区分けする街路をもって、形成されていた。1900年に表された、東京帝国大学台湾土木事業報告書によれば、当時の台湾は未整備の市街地ばかりで、道路は狭いし不潔であったとしているが、台北城内と台南の一部、それにこの地域はそれほど、 ひどくないと評価している。1905年に計画され1910年頃に収束したと見られている。第5次計画事業によってこの一帯も整備されたが、比較的清潔であったため街路は概ね既存のまま流用されたと見られている。一方でこの地域の中心的存在であったマソグーは工事の際に撤去されてしまったり、区画整理のために10万円を投じて600個以上の 家屋が破却されたりと必要があれば旧来の戸籍も構わず整理される結果となった。このような手法は台湾総督府の内部からも批判するものが出た。なお、この場所群は移設されており、現在も明脈を保っている。第二次世界大戦では台湾も空襲の対象となったが、この一帯は空襲を受けずに済んだため、旧来の建築が残されることとなった。 日本がさて、5947年、中華民国政府により敵加害と名付けられた。旧来の強硬な福音の街路を主要な要因として、1970年頃から明らかに衰退が始まった。1977年には道幅を広げるという再開発の計画が持ち上がり、伝統的な建物が撤去されるかもしれないという危機的状況に陥った。 1983年にも計画案は出されたが、これらは反対運動により立ち消えとなり、2000年には警官保護区域の指定を受けた。先日の大稲歴史風貌特定専用区である。補修や改修も進み、活気が戻ってきた。現在は旧正月前ともなると、台北中から買い物客が訪れる。 商店街であり、台北市を代表する観光地の一つでもある。敵化街という名称は1947年、すなわち中華民国政府による命名であり、それまでにはいくつかの呼び名があった。日本統治より前に大東津くの中北街と呼ばれていた箇所が現在の敵化街にあたる。これに、南外、中街を含める資料もある。その後日本統治の時代になると、 英楽町と呼ばれるようになり、メインストリートは英楽町通りと呼ばれるようになった。現行の名称である、敵化街と名付けられるのは日本が去って5947年になってからで、中華民国政府による命名である。新京城の売り口の故障、敵化に由来する。このため日本語読みする場合は、敵化街となる。近年、テレビの旅行番組などで湯の部分の読みから、 床街がいと孤独されていることがあるが、そもそも、進むの字の音読みは、敵もしくは弱であって、湯とは読まない。永楽史上、忍乱委員官物の問屋が多いとされる、敵かがいであるが、以下のような名所、旧席及び観光施設が存在する。ありがとうございます。